レッスン308この瞬間が存在する唯一の時間ですこの瞬間が存在する唯一の時間です私は自らの目的をくじくような見方で時間というものを捉えてきました時間を通り越して長時性へ達することを選ぶなら 時間は何のためのものなのかについて自分の知覚を変えなければなりません時間の目的が過去と未来を一つに保つことであるはずがありません時間から救われる唯一の時とは今です今この瞬間に許しは私を自由にするために来ているからですキリストの誕生の時とは 過去も未来もない今です。キリストは自らの現在の祝福をこの世界に与え、長寿性と愛をこの世界に取り戻すために来ました。そして愛は今ここに常に存在し続けています。父よ、この瞬間に感謝します。 私が救い出されるのは今です。この瞬間こそ我が子が解放される時としてその子の中でこの世界が救われる時としてあなたが定められた時間です。 この瞬間が存在する唯一の時間です。